どうもこんにちはです。今日は12時くらいまで配信したいと思います。こんにちは。おたけさん、ハート、しーちさん、ケイト、ゆずりざるさん、ハート、あいたかさん、こうさん、ふくちゃん、ケイト、ありがとう。しんいちさん、マフラー、テキサスのロンスターさん、バラ、スケオさん、お断りです。マー君、お断りです。グアンドリさん、ラクさん、ケイト、おたけさん、バラ、ありがとう。こんにちは。しゅんさん、ケイト、アスナムテレビさん、ハート、アルテミスさん、ケイト、しんいちさん、お断りです。としひろさん、ケイト、しがきさん、ハートギフト、ありがとう。はるさん、ケイト、ありがとう。こんにちは。ダーソクさん、ハート、ありがとう。やっほー、メイクメイク。藤岡猫にゃさん、ハート、メロンのあさこさん、バラ、ダーソクさん、ハート、芋けんぴさん、ケイト、ありがとうございます。今日は火曜日だね。おいし。カメさん、マフラー、ありがとう。お話し会、あ、そう、お話し会の再販、最終の再販が今受付中でございます。この再販があったらもう次いつあるか、次のシングルとかが発表されてないので、次いつ申し込みがあるかわからないので、迷ってる方はぜひお待ちしております。台湾さん、しんいちさん、チップさん、ケイト、ネロケンさん、ハート、ありがとう。もうね、ラスト受付です。早かった、ね、ゼータン、ケイト、ありがとう。次のシングルね、いつ出るんだろう。でもなんか発表とかあるタイミングとかさ、なんか今んとこありそうなタイミングないよねって思って、卒コンで発表するのはなさそうじゃないですか。みちさんの卒業をこう見送る場でシングルの発表はないかなって私は思ってるから、わかんないけど。だからツアー、みんなが揃ってる場って言ったら、もうツアーもみんな出るのかわかんないけどね、いつなんだろうって。卒業控えてるメンバーがもう多いですからね、まあ、ちょっと予想がつかないですね。こんにちは。確かにお話し会、そうだね、次発表されてもお話し会があるってなったらしばらく期間が空くかもしれないよね。ツアーとかね、どうなるんだろう、ね、会場によって広さとかも違いそうだからね。こんにちは。いや、福フェスで発表ないんじゃない？配信ないじゃん、だって現地に来た人しか知らずにすることはなさそう。そういうのはないんじゃないかな。どうなんだろうかね。
4月はね話し会なさそうよね。そうだよね。まあ予想しても結局は分かんないから、これは正解が出ない、答えのない会話ですね。答えの出ない会話になっちゃう。フェスの初披露曲も別にその最新曲とかいうわけでもないんです。フェスの出演メンバーは四国のユニットのメンバーと、あと先輩たちと、そういう私とかサラちゃんとかだから、フェスに出てる子が次の何かシングル関連のどうとかではないので、フェスではないじゃないかな。フレーベさんケイトありがとう。フジヤンケイトありがとう。こんにちは。ここのブツブツが治りません。今日はなんか曇っていて嫌ですね。雨予報で、今週ずっと雨予報。こんにちは。もうしばらくはレッスンも卒コンとかツアーのことやってるから、なんかそんな、わからないですね。ボサボサなっちゃったね。雨嫌ですね。ウォーキングしづらい雨だと。晴れてる。え、晴れてるの今。私も太陽見たいです。ジメジメもういいやって感じ。こんにちは。24度。え、暑っ。そんな今日暖かいの。広島も暖かいのかな。ポン、天気予報アプリ。14度だ。あ、違う、17度。17度ぐらい。あーでも雨だやっぱ。やだね。トニーさん花束ありがとう。昼は春だけど夜中に冬に戻る。なんだそれ。気まぐれですねやっぱお天気は。やだね。楓さんハートありがとう。寒くなる。うん。もう勘弁だよ、勘弁してくれ本当に。やだやだ。私も暖房つけてないです、家最近。まあ、相当寒い日じゃないとつけないことにしました。もう喉が弱すぎて向いてないって気づいてはいたんですけど、逆にね寒すぎて風邪ひくなって思ってつけたらやっぱ喉痛めたりしてたから、暖房最近つけてないです。週末ね、話しかあるのに雨予報です。嫌だね、お米がチクチクする。
目に絶対なんか入ってる。分かんなかった。藤岡猫にゃーさんハート、水色魂さんハートありがとう。髪の毛もしなきゃ。よいしょ。ひろっちさんケイトありがとう。あ、バスツアー、そうだバスツアー、皆さん昨日の配信でもお知らせしたのですが、バスツアーの追加日程、追加日程じゃないや、日程は追加されてない、追加受付が決まりましたので、もし先着に間に合わなくて申し込めませんでしたとかの方は、まあ今回も先着なんですけれども、よかったら一緒に淡路島行きましょう。あー、なんか斜めになっちゃう。はい、スマホスタンド買っても買ってもね、すぐなんか壊れちゃうから、あのね見てほしい、こんな感じで、わかりますか、こんな感じで、このもともとつながるはずのところがつながってなくて、もう当てはめてる、もうはめ込んでる、はめ込んでるだけだからすぐずれちゃうんですよ。もともとくっついてるはずの場所がもう壊れちゃってて、買い直したんだけどまた同じとこ壊れちゃった。もうキリがないからこれで我慢してます。あ、申し込みできなかったので予定入れちゃいました。あそう、なんかね、なんていうの、あ、そうかも、スマホが重たいのかな、やっぱり毎日使ってるから。ハリーポッターメガネのひげおじさんハートありがとう。ハートハート、ちょっと顔洗った名残でちょっと前髪が濡れてますが、気にしないでください。なんか雨の日ってさ、どんなに髪をまっすぐしていってもすぐ広がっちゃうから困っちゃいますね。こんにちは。今日はね、今日はどんな一日になるかな。ボソボソです。今日はお化けちゃんを胸に頑張っていきます。かわいい、おばけちゃん、おばけちゃんと共に仕事へ行きます。ビヨーンビヨーン。そう、かわいいよねこれ、なんか生地感も良いです。魚食べに、いいな、いいな。もうあちこち飛び回りすぎてどこ住みか分からなくなるレベルであちこち行ってますね。東へ西へ北へ南へあちこちあちこち、ギタピッポさん、ケイト、メロンナスコさん、お答えりです。ココハちゃん、ココハちゃん SKE さんの研究生、そうです、研究生です。制服の目公演やってる。
昼ご飯の注文待ちの暇つぶし、あ、本当よかった。ちょっと今日お昼12時ぐらいからの配信がちょっと難しかったのでちょっと早めになっちゃいました。ちょいと早めでございます。こんにちは。ビヨーン、ビヨーン。もうなんか髪の毛がやってもやっても、ああそう恐怖、そうなんですよ。あの X で流れてきて、私もランタンフェスティバル、私がこの前行った長崎の伝統的なお祭りがあってね、大きいランタンのオブジェとかが飾ってあるんですけど、それが強風で倒れてて本当にびっくり。やっぱりさ、ランタンだからさ、その重さも多分ね、ないというか、ランタンフェスティバルもう今週末で終わりなのに。ミッチーお断りです。ね、やだね。ゆきりんさん卒業公演、お仕事次第です。自分の活動がわからないからそれ次第。なんとも、実際見たくなった。行ってほしい、ぜひぜひぜひ。毎年やってるからぜひ。コロナ禍中はなかったけど、ちょっと目なんかこの前もショールームでね、なんかコンタクトが違和感あるなと思ってさ、コンタクト外したんですよ配信終わってから。コンタクトがなんか傷ついてて、ゴミなのかラメなのか、それともコンタクトがなんか傷ついてるのか分かんなくて困っちゃう、ね、ピュッ。あ、裏返し、あ確かに。でもさ、コンタクトさ安いものじゃないからなんか悔しくなる、こういう時。もったいねー、もったいねー、もったいねー。そうらん、そうらん。タム、そうタム門脇さんのライブに出てました。タムちゃん、なんかタムのさあリプ送ろうと思ったけどやめた。いいねはしたけど、タムに。タムはでも SNS をやってる